私はですね、なぜ神道をやっているのかね、今山健さんの話もありましたように、これね、やっぱり神道というのは根本教育なんです。三大神職の中にね、ありますね、経済と、それと政治と教育ってありますね。法教法制の神職、実はこの法教法制の神職をできる人だけがいわゆる君主になれるわけです。じゃあこの法教法制のその次、天上無窮というのがあるけど、この中にいわゆる君主としての自覚を持つことでありますね。君主としての自覚を持つってどんなことですか。例えば皆様でおったら、ね、あの親である自覚を持つ、リーダーである自覚を持つ。親やリーダーとは教育者のことです。教育とは教える育てると。この教える育てるって何なのっていうことをギュッと探求していくと、実はこの神社で私がいつも話をしている、払い、清め、感謝、これに全部つながります。例えば払うって何なの、人の過ちを教えることでしょう。そうでしょう。教育でいう教え、これは払うことなんです。じゃあ清めて何ですか。これが育てることなんです。そうでしょう。そして教育をしたその子供が何をするんですか。感謝を届ける。全部この中に入ってるんです。で、だから私が実はね、やりたいのは神様を信じようとか神様の名前を覚えようとかではないんです。私が最初にしたことは、神様の名前を覚えてない状態で神道を語ったんですよ。最初はね、神道って何だろうかっていうことを初めて後付けで神様の話をするようになりました。これなんでかっていうと、実はね、神道の中で、まあ、例えば三大神職のね、ユニワイナホの神職ってありますね。このユニワイナホの神職ってどういう意味かというと、稲を渡した、そしてこの稲を育てることによってこの国を繁栄させなさい。これは経済です。どんなことすること、稲を育てる、ね、稲は自然の理に従わなきゃいけません。つまり水が流れてきて日が当たるようなところじゃないと稲は育ちません。ところがそういうところには虫も来るし雑草も生える。つまり神道とは自然の理に従うのと同時に自然の理に逆らうこと、つまり矛盾があるんです。これを日本人は曖昧と、つまり曖昧を良しとしたのはなぜか、そこに矛盾があるから。ところが西洋においては完全無欠です。矛盾があってはならないんです。ではならない。でも日本では矛盾はあるんですよと。で、ここなんです。まずね、この矛盾があるということを前提に教育をしなければ、何が正しいかでジャッジをしてしまう。つまりね、正しいでジャッジをするってことは教えるってことなんです。いいですか？教えるとは、汚れは過去の過ちです。過去の過ちを取り除くこと、これが教えること。では育てるとは、過ちを起こさせることなんです。そうでしょ？自らがやって失敗しながら自分で気づきながら上がっていく、これ清めなんです。つまり払いとは問題に取り組むこと、清めとは課題に取り組むことなんです。いいですか？育てるのに問題を起こして文句を言う、なぜですか？教えると育てるがごっちゃになってるからです。そうでしょ？で、教えるとは過ちを教えること、育てるとは失敗、つまり過ちを起こさせることなんです。その時に大切なことが、和をもって道としとなす。つまり、和らぐ環境。過ちを犯しても、間違ったことを言っても、許す心を持つってことです。で、こうやって神社や三大神職や、そして我々の生きているこの世界が全部つながる。これを何と言いますか？結びと言うんです。で、だから、単なる古事記や神道をね、考古学や、歴史として学んでいくと、あっちとこっちが結ばないんです。そうでしょ？大切なことは、あっちとこっちを結んだあなたが何をやるかです。いいですか？あっちだけを学ぶことを何て言うか、これを知ってる分かってると言います。知ってる分かってるで何ができるか、人をジャッジすることができません。なぜならば、それが正しいから。そうでしょ？ところがあっちとこっちを結ぶときには、それをどう活用していくかという
要は正しくないことをやらなきゃいけないんです。正しくないこと。だから過ちを犯す。そうでしょ。そこに褒めたたえることが必要なんです。つまりチャレンジする、そして失敗する、そこを褒めたたえる、これが清めです。これを伝えたいんです。ですから私が今やってるね、このカードもそう。いつの間にか子供たちが名前を覚える。誰も教えてません。学ぶ環境を与えただけです。ですから皆様がね、今から取り組むときに過ちを犯している人がいたら、感情的になって文句を言うこと、これが汚れと言います。いいですか。過ちを犯すことを前提にやるのが課題に取り組むということなんです。つまり過ちこそが人を成長させるわけです。失敗が成功よりも。だからその失敗を称えられるような環境、輪を作る、これが我々が目指す知らす国です。いいですか。特別な人が前に立ったらそれは正解でしょ、言ってることは。でも誠の心を持って前にやってる人を応援する、頑張れ、これがね、子育てであり人材育成で、こうやってまず心を育てることから世の中が変わっていく。だからまずはね、みんなと一緒にこの心を育てるということをですね、一緒にやっていきたいなと目指す知らす国です。いいですか。ということで、ご清聴ありがとうございます。7分34秒。ちょっと過ぎたね。